ゆっくり霊夢と。ゆっくりマリサだぜ。そういや月って地球にめちゃくちゃ身近だけど、なんか新しい情報ないの？最近他の天体ばっかだし。ああ、定期的に発見はあるんだぞ。そんな大々的には取り上げられないけど。あるにはあるんだね。なんかこう、グッとくるような面白ニュースはないの？お前にグッとくるかどうかは知らんけど、あるにはある。どうも最近、地下にグラナイトが大量に。あるじゃんか。それそれ、カモーン。食いつきが早いな。じゃあ今回は、月の裏側で見つかった大量のグラナイトについて解説するぜ。それじゃあゆっくりしていってね。で、グラナイトって、何？そっからか、グラナイトってのは日本語で、花崗岩といって、火成岩。つまりマグマが冷えたやつの一種だ。バラス質は含まないが、流紋岩に対応する成分の新成岩となるな。ちなみに流紋岩も新成岩も、火山岩の一種な。どんな岩なの？難しいな。石材として、花崗岩と呼んだ場合には、必ずしも学術的な花崗岩とは一致しないんだ。あ、お店で売ってるやつは、なんかそれっぽい名前にしているだけってことだね。まあそうなるかな。学術上では花崗岩でない岩石。つまり戦力岩、反霊岩、変魔岩なども含まれるし。そんで花崗岩の条件としては、地下深部で形成された新成岩の中で2つの条件が必要だ。1つ目がクローン藻などのような有色鉱物を1割程度含み、主成分が石英と強石であり、全体的に白っぽいやつ。2つ目が成分中にナトリウムとカリウムの含量が少ない、非アルカリ岩質であること、だな。販売してるってことだから、そこら中にあるって認識でいいのかな。ああ。大陸や島湖などの陸地を構成する岩石として、花崗岩は非常に一般的であり、各地で見つかるぜ。なおグラナイトの主要構成鉱物は、石英、カリ長石、斜長石、クローンも、シローンも、普通核戦石となる。場合によっては磁鉄鉱、ザクロ石、シルコン、リン解石のような、副成分鉱物を含む場合もあるそうだ。石の名前言われてもさっぱりだよ。で、どんな風にできるの？グラナイトの起源は、現在だとマグマ説が主流かな。花崗岩化作用論ってのもあったそうだけど。マグマか、何をしてどうなったらそれになるの？塩分岩質マグマの地殻内での結晶分化作用により形成された流紋岩質マグマ、玄武岩質マグマ、周囲の壁岩を溶融して形成された流紋岩質マグマが地上へは噴出せずに、ゆっくりと冷却されてできるらしい。おほう、なんか怖いけど神秘だねー。で、それが月にいっぱいあったわけか。その通り。これは7月17日付のニュースで公開された内容なんだけど、前例のない発見だったそうだ。前例がない？こりゃあなんか期待できそうなものが発掘できそうな予感だよ。だな。具体的にだけど、中国の月周回衛星が取得したデータから月の裏側の地下深くで、直径 48km のグラナイトの塊を発見したっていう研究結果が発表されたんだよ。48km って何？なんで軽くフルマラソン超えちゃってくれてんのさ。研究結果は、フランスのリヨンで開かれた、ゴールドシュミット会議で7月12日に発表され、科学誌ネイチャーにも論文が掲載されたそうだが、こんな塊はかつて発見されたことがなかったそうだ。それもわかるよ。少なくとも地球じゃ、どこに置いとくねんってレベルだし。地球の場合だと、グラナイトは火山のマグマが冷却されて形成されるみたいだな。そのことから、グラナイトの生成には、プレートテクトニクスなど、地球に似た条件が必要と考えられていたんだ。ってことは、これまでグラナイトは、地球でしか見つかってなかったの？いや、1960から70年代のアポロ計画で採取された、月の石の中にグラナイトの痕跡はあったそうだ。でもその言い方、その時点だとがっつり、グラナイトじゃないよね？一体どういうことなの？ああ、そこだ。グラナイトが見つかった地域は、コンプトンとベルコビッチと呼ばれる二つのクレーターの間で、地下山のカルデラなんじゃないかと考えられているんだけど。お？なら月も、地球に似た条件があるってことだね。いや、そうじゃないんだ。惑星科学研究所の研究員で、テキサス州ダラスの南メソジスト大学の研究教授であるシューシー・グラー氏は、月の古い地下山と思われる場所の地下から高熱が発生していることを発見しました。これを見つけたとき、私たちは少々戸惑いました。と述べているんだよ。戸惑う？一体何を戸惑うのさ。これこそが月にプレートなんちゃらがある証拠なんだよ。大陸移動や大地震の原因プレートテクトニクスは、実は地球以外の惑星で確認されていないんだぜ。なんだと？グラナイトの塊は、中国の月周回探査機、氷河1号2号が観測したマイクロ波データを使用して発見された。そしてマシュー氏は、地球にある大きなグラナイトの塊は、
かつて多数の火山の元になっていました。大規模なシステムが太平洋岸北西部のカスケード山脈の火山帯の元になっているのと同じように、今回見つかったグラナイトはこれまで月で生成されうると考えられていたものより地球のものに似ていますと説明しているんだよ。プレートなんちゃらがないのに地球のものに似てる？もうわけわかんなくなってきた。そうなんだ。この発見の重要な点っていうのは、今回発見された月のグラナイトが地球と似た過程を経て生まれたと思われるってところなのさ。フロリダ大学地質学部の准教授で NASA アーリーキャリアフェローのスティーブン M エラルドはこの件についてこう述べている。地質学的に見て水とプレートテクトニクスなしでグラナイトを作ることはかなり困難であり、他の惑星でこの種の岩石が見つからないのはそのためです。これってさ、いろいろと前提が覆るんじゃないの？そうだろうな。もしシーグラー氏らの研究結果が正しいとなれば、太陽系の他の岩石質天体の内部構造について考え直さなければならない部分が現れるかもしれないな。それに月は超積ロック状態だから、そのあたりにも関係があるんじゃないかとネット上では噂されているって感じだな。超積ロック？腰痛重心の周りを公転している2つの天体の一方または両方が潮汐の影響により自転周期と公転周期が等しくなっている状態を指すんだ。またの名を同期自転という。この状態だと天体同士が常に同じ面を向いてるんだ。ああ、だからロックね。それが地球と月で起こってるんだ。その通り。よく月の裏側は見えないって言うだろ。それだよ。なるほど。もしかすると見えないところで何かがあったみたいな感じかな。そういうことになる。それと他に考えられるものといえば、レイヤーかな？レイヤー？レイヤーとインパクト説において、およそ46億年前に原始地球に衝突し、そこから現在の地球と月が誕生したと考えられている太陽系の仮説上の原始惑星だ。ジャイアントインパクト？地球の衛星である月がどのように形成されたかを説明する学説で、巨大衝突説とも呼ばれている。まあとどのつまりが、地球とでっかい惑星がぶつかって月ができたよんっていう説だよ。ざっくり言っちゃったね。でもそっちの方がわかりやすいから困る。そんで地球にぶつかったのがそのテイヤと言われているってことだよ。どんなでっかい惑星だったの？直径 7000km 未満の火星程度だと考えられているな。でけえ。衝突によりテイヤは破壊され、その破片の大部分は無色鉱物に飛んだ地球のマントルの大量の破片と共に宇宙空間へ飛び散ったことで、テイヤの鉄のコアの大部分はすぐに原始地球に落下してその一部となるものの、かなりの量の破片が地球の周囲を回る軌道上に残り、軌道上の破片は一時的に土星の輪のような円盤を形成し、次第にそれらの破片が合体して月が形成された。そう考えられている。あ、わかった。だから地球と月の構成が似ていて、グラナイトがあっても不思議じゃないって理屈か。この理論だとそう解釈できるな。月がもともと地球から分離したものだとするならば、地球と同じ何かが検出されても、何ら違和感はないだろうってことだ。でもさ、ジャイアントインパクトなんて、所詮仮説だよね。信憑性としてはどの程度なのかな？難しいな。シミュレーションによってこの衝突は、かすめるように起きる必要があることがわかったからな。これにより衝突した天体の一部が物質の長い尾を形成、地球の非対称な形により、俺らの物質は軌道上の大きな質量の周りにとどまることになる。この衝突のエネルギーは莫大なもので、数兆トンの物質が蒸発融解し、地球の温度は1万度に上昇したと考えられている。そっか、垂直にドーンの直撃だと地球も終わっちゃうからか。これにより月がなぜ小さい核しか持たないのかも、月に揮発物が少ないのかも説明可能だそうだ。核については衝突した天体の鉄の核の大部分は地球の核に硬着したと予測されるし、揮発物もそもそも衝突のエネルギーが凄まじすぎてぶっ飛んでしまうだろう。なるほどね。そういや、月って何でできてるの？やっぱり地球と似ているの？ああ、月面上に存在することが確認されている元素には酸素、ケイ素、鉄、マグネシウム、カルシウム、アルミニウム、マンガン、チタン。中でも酸素、鉄、ケイ素の割合が多く、酸素の割合は 45% とのことだ。窒素と炭素は、地球にもりもりあるでしょ？それらは太陽風の堆積が痕跡量存在するだけだな。なお極地方に水素の存在量が多いことが示されている。いろいろと聞いたけど、なんかジャイアントインパクトって本当にあったっぽく思えるね。つまり、ジャイアントインパクトが起こったから、月にはグラナイトがあるってことで確定？確定じゃない。そもそもそれが主流ってだけで、月
月の形成に関して正確なことは分かっていないんだ。実際その他にも分裂仮説や捕獲仮説、凝固仮説などもあるから、まだそこについては何とも言えないかな。いろいろあるんだね。ああそういや、月の地形ってどんな感じなの？そこも地球っぽいのかな？そのあたりは地球と大きく異なる。月の景観としては、主に衝突クレーター、噴出物、いくつかの火山、丘、そして溶岩流、マグマで満たされた窪地によって形作られている。他は高地やら海やら。海？お前の思っているような海じゃない。玄武岩質の溶岩で覆われた場所で、月の表側の約3分の1を占めるアルベドの低い領域を指すんだ。裏側ではたった数パーセントしかないみたいだけどな。そこも、なんか表と裏で何かが違う気がするよ。他には局所的に溶岩鉱が形成されたリル、海外の圧縮応力上に形成される地形であるリンクルリッジ、形状質な素性を持つ溶岩の噴出によって形成されたと考えられているドームなどなど、バラエティ豊かなんだね。ただ土が一面に広がってるだけだと思ったよ。あとクレーターばっかり。クレーターもまた月を代表する特徴の一つだな。小惑星や彗星のような固体天体が高速で衝突した時に、その運動エネルギーが衝突点から放出される圧縮された衝撃波を作り出し生成される。うへえ、怖いけどそれもまた月って印象だ。ああそういや、いつぞやに月の石ってあったじゃん。あれは結局何だったの？グラナイトじゃなくてもっと別の石だったんだよね。ああアポロ11号によって初めて地球に持ち帰られた月の石は玄武岩だ。さらに斜強岩も含まれていた。合計 381.7kg の月地表の物質が地球に持ち帰られ、地球において入念に調べられた経緯があるな。そこでは何もわからなかったの？もちろんいろいろ判明したさ。でも特筆すべきは、やっぱりそれらは地球のものと同じだったんだよ。やっぱり今回のグラナイト、ジャイアントインパクトが理由だと思う。確かに、ここまでの話だとその線が色濃いように思えるな。だがまだ何も確定はしていない。さすがにサイズ的に持ち帰るなどはできないから、観測やデータによる調査しかできないだろうけど、もしかすると今回の発見は、ジャイアントインパクト説を後押しする結果につながるかもしれないな。単に、一つのとある岩が見つかっただけなのに、いろんなことが期待されるんだね。まあな、この件はきっと続報があると思うから、わかり次第また説明をしようと思う。ということで今回の解説はここまでだぜ。次回もぜひ見てくれよな。チャンネル登録&高評価もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。